ミスティーネーム、チャーコからいただきました。ありがとうございます。いや。ヒロタン、ユータン、ミスティ。ミスティ。ヒロタンが楽しげに言っていた怪談特集。私も怪談系はすごく苦手なのですが、最近我が家に起こったびっくり出来事を送らねばとメールします。なんで嫌なのに送るの？今年の春のこと、子供を連れてお墓へ行き、行くなよ。お線香とお花をお供えして自宅に帰ったのですが、その日の夜から3歳になる娘が寝室に行くと、怖い怖い怖い、変なことを言うのです。ママ怒ってるよ。私は何のことだかさっぱりだったのですが、再び聞いてみると天井を指さして、あ怖い怖い、何だ何だ、ほら怒ってる、顔が怒ってる、というのです。私にはもちろん見えませんし、何か怒っているような顔を連想するシミや影なども見当たりません。そしてその怒った顔というのは毎日毎日増えていき、娘はしばらく怒ってる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 、ヒロさんどうしたの、壊れちゃったのと天井を順番に指さしながら言うようになりました。それからはお墓参りに行った帰りは必ずお塩でお清めしてから家に入るようにしています。ヒロタンもユータンもお墓のそばを通るときは気をつけてくださいね。通らない。まあ子供にはそういう力があると、いろんなものが見えるという話もございますからね。まあ僕も小さい時にこう天井を見た時なんかね、こうそのね、木目がウルトラマンに見えたななんてこともありましたけども、あ、それがちょっと怒ってるように見えちゃったのかな。目にも見えたりするよね。それでは続いて参りたいと思います。あ、抱きしめる？もう、読んで。うん。でもこれ読んだら多分抱きしめなきゃいけないかな。ねえ。それでは行きたいと思います。もうやめようよ。